こんにちは、プリンです。今日はカツオ、カツオをさばいていきたいと思います。初めてなんですけど、カツオさばくのやっていきたいと思います。まずは今日はカツオなんですけども、小さめのカツオなので普通に三枚おろしをしていきます。お家にある牛刀で大丈夫、普通の包丁で大丈夫なので鱗をまず取っていくんですけれども、普通の鱗と違ってこういうふうにですね、ギコギコ皮のようになってるんですね。全体についてるのではなくて、背の方と根びれのところについているので、そこをまあ触ってわかるので、そちらをこういうふうに削ぎ落としていくようになります。その後に、包丁を入れて頭と内臓を一緒に取っていくような感じになりますね。ちょっとですね、映像がグロいのでその辺はカットしております。でこの後が内臓を取った後になるわけですね。中の血も全部洗ってもらって水分を拭き取った後になります。で3枚おろしにしていくわけなんですが、今日はちっちゃいのでね、普通の3枚おろしになります。ちっちゃいけどもプリッとしてて本当に美味しいカツオでした。尾を手前にして、腹、背、背、腹の順でさばいていくんですね。そうすると綺麗にさばけます。こういう風に今キコキコキコって音がしたと思うんですけども、音がするイコールとても骨と身がこう近い状態でやってるよっていうことなので、うまくいってるよっていう証拠になります。面積が多いときはこういう風な刺身包丁でやると魚をおろしやすいので、まあ、お家にあれば2種類の包丁を使い分けていただくと楽かなと思いますね。お魚は今日はですね、全部さばいてしまうんですけれども、使う分だけさばいた方が本当はいいんですね。内臓だけはすぐ取っていただいた方がいいんですけれども、骨と身がついてたまま保管していただく方が長持ちはします。今日は全部おろしてしまいます。まず腐る原因っていうのがやっぱ水分と血なので、なるべくね、それは除いてあげてやってあげるのが一番いいと思いますね。この音がね、いいんですよね。キコキコキコってなって、あ、できました。ちょっと身についちゃいましたけど、かなり綺麗にできたのではないかと思います。大きいカツオの時はまたちょっとだけ特殊なやり方をやるんですけども、今日は普通の三枚おろしということで、そして中心の方に骨がついているので、その両脇の方をこういうふうに切り落として柵にします。手で触って、あ、骨がついてるなっていうところだけを取り除いてもらうような感じですかね。中心部分には血合いの部分もついているので、そこも一緒に取ってあげて、美味しいとこだけを食べていくような感じになりますね。叩きとかでこのまま皮を炙る場合は、中骨の方、腹骨を取ってもらった後にもう焼いていたり、フライパンでソテーしていただくので大丈夫なんですけれども、刺身にする場合はこれを皮を引くことになります。皮の引き方っていうのはやっぱりちょっと大変で、慣れないとカツオなんかは柔らかくて難しいなと思うので、炙ったり焼いたりするのが一番楽かなと思いますね。まあ、練習としているにはいいと思います。で終わった後はペーパーでくるむと。このペーパーはですね、できれば毎回使うたんびに、1日おきにきちんと交換してもらうといいです。皮焼くときはこういう風にですね、平行にして包丁をずらしていただくというような感じになりますね。今日はこちらで動画終了です。どうもありがとうございました。